マンチトンネルは、東京都秋る野市菅尾と梅市、友田町の間のマンチ峠にあるトンネルである。国道411号のトンネルは新マンチトンネル。旧道のトンネルは、通称、旧マンチトンネルと言われている。マンチは、マンジが語源とも言われている。新マンチトンネルは、国道411号のマンチ峠にあるトンネル。自動車、二輪専用のため、歩行者と自転車は、 旧マンチトンネルを通らなくてはならない。アキルの川と大目川でトンネルの肛門の形が違うことが特徴。マンチトンネルは国道411号の旧道にある長さ150メートルの卵型の形状のトンネル。1991年に新マンチトンネルが開通したため、現在は歩行者と自転車用のトンネルとして整備されている。そのため、 車両は通行できない。大梅市川のトンネル出口付近はカーブになっている。トンネル上部の変額はマンチトンネルである。思い出の断章群馬、万木峠から二度上、峠さて、この峠は、あずま町と長野原町の町境に位置し、現地の説明版によると、かつては、草津の当時客や、善光寺参りの旅人、また、そば 大豆、硫黄などの各種交易の道であったそうだ。しかし、明治26年の新越本線開業により廃れてしまったとのこと。そして、峠名の由来については、同じく説明があったので、全文を引用させていただく。源の頼朝の見原、ナスの狩りの際、狩宿の地に宿泊の後、頼朝が万期の兵を従えて、峠を越えた。 引いて越えたことに由来する。また別名を万事峠とも言われ、前期狩りの峠越えの時に、山中の狐や狸がセコに化けて、行列に入って、邪魔をするので、陣笠に万事の印をつけて越したことから、万事峠と言ったのが、いつの間にか、万事、万期となってしまったという伝説がある。あるいは屈曲の多い峠道を、万事峠という、説もある。 この峠が当てはまるかどうか、旧道を探索しなければわからないが、ふと思い出したが、東京の秋川にも、万地峠という、小さな峠がある。この峠も、同様の由来だろうか。地名の探求、ありがとうございます。